皆さんこんにちは、室伏です。青沼彩です。今日はナチュラルウィーブサイドロックバウンスフォーラメについて解説したいと思います。まずは踊ってみます。したいのはですね、ポジションについてなんですけれども、ポジションということをまず根本的なものを説明させていただく と、ボディのコンタクトだけではなくてお互いの足の位置関係のことを言っています。なのでもしクローズポジション、スクエアポジションというふうに言われたら、お互いの足を揃えて立った時に右足と右足がだいたい重なるような場所に立ちます。もしくは違う設定ですと、お互い腰幅ぐらいにもし足を開いたとしたら、お互いの足と足がこう互い違いになる場所ですね。少し方向変えます。このような場所がクローズポジションとなります。逆に、違うポジションですと、例えばアウトサイドパートナーでしたら、お互いの右足は相手の外側にステップされた場所なので、このように正面だったところから少し外側にずれた場所がアウトサイドパートナーになりますし、次プロムナードポジションですと、お互いの立ってる足がこう V の字に開いたような形ですね。なので、女性の立ってる場所がこちらだとしたら、男性の立ってる場所はこの辺りになります。でこのような場所で立った時に触れているボディの場所をポジションと呼んだりもします。なんですけども、基本的に根本的なものとしては足の場所から来ています。なのでこのステップを踊るときにたくさんポジションの変化があるんですけれども、最初プロムナードポジションからここから一度クローズポジションになります。なのでこの時にお互いの太ももや足が互い違いになっている場所ですね。そこからインラインからアウトサイドパートナーになるときに、お互いの足が外側の方にステップされるような形になります。そこからインラインに戻って、でインラインのまま男性は前進、女性は後退します。この後にお互いの足がですね、このまま向かえた場所ではなくてハの字に開いたような場所に変わります。これがフォーラウェイポジションですね。なぜこのような説明をしたかというと、このように勘違いしている方が多いです。女性が右を向いたら PP、 左になったらクローズというように考えている方が非常に多いです。もしそのように踊ってしまうと足が変化しないので、こうクローズポジションからもし上だけ変えてしまった場合、この足が非常にステップしづらいことになってしまいますね。それで動けなくなって状態が崩れてしまう方が非常に多いです。なのでポジションを変えるときにボディでもちろん変化させるんですけれども、必ず下半身の方が変化してボディを通してリードするんですけれども、下半身の方が変化をしてというように踊っていくように心がけてみてください。次、では頑張って練習してみてください。